ございます。しりちゃん、いらっしゃいませ。エキターさん、いらっしゃいませ。みどりさん、いらっしゃいませ。今夜の映画はクリムゾンピークでございます。こちらの作品はギレールモ・デルトロ監督のゴシックホラー映画となっております。ぜひよろしくお願いいたします。この配信は Amazon のウォッチパーティーを使って配信しておりますので、ウォッチパーティーじゃない、 Amazon プライムに入っている方なら誰でも無料で見ることができます。ログインなどは先に済ませておいてください。21時10分になりましたら再生開始いたしますので、それまであと8分ほどお待ちくださいませ。くまさん、こんばんは。いらっしゃいませ。ビリビリさん、こんばんは。そんなわけで久々のホラー枠でございます。こたつみかんさん、こんばんは。久々かな。ドントブリーズもホラーかもしれないので、久々じゃないかも。最近はね、暑いのでね、こういう涼しくなるような映画も必要かなと思ったわけではございませんけれども、こうなりました。この映画はセリちゃんがお気に入りだそうです。そう、別に暑いからってわけじゃございません。なぜなら今日クリムゾンピークを見ることは1ヶ月前から決まっていたからです。でもたまたま今日結構暖かかったですよね。ちょうどいいんじゃないでしょうか。今日のドリンクはコカ・コーラインアイスボックスです。うまっ。体にピースじゃなかった。ひなたの差し入れ、アイスボックス。皆様、ぜひアイスボックスをよろしくお願いいたします。ひなたの差し入れというパッケージが、なんて言うんだっけ、目印でございます。ぜひ皆様も日向の差し入れをご賞味ください。スーパーとかコンビニで売ってます。5月のゴールデンウィークまで、5月中旬ぐらいまでだったと思うんですけど、日向の差し入れがありますので。マルドゥさん、こんばんは。マルルンさんですよね。いらっしゃいませ。今日はクリムゾンピークでございます。なんかちょっとだけ怖い、だいぶファンタジーな綺麗な映画でございます。主演は、名前が出てこない。アリス・イン・ワンダーランドの人。名前忘れちゃった。の人と、メインヒロインが、トム・ヒドルストンでございます。
宮和志子薄か。主演は宮和志子薄か。ウムヒは広いんでしょ。あ、メインじゃないってこと？でもジャケット真ん中に映ってるし、真ん中にいるってことはメインヒロインかなって。主人公ってわけじゃないだろうし、舞台は20世紀初頭のニューヨークなんですけど、ニューヨークといっても都市部じゃなくてちょっと山間部なんですけど、クリムゾンピークって名前の通り丘の上のお話なんですけど、まあ20世紀初頭っていうくらいですから、この人たちが着てる衣装そのまんまだと思ってください。そういう古いアメリカのお話です。あと3分ほどで始まりますので、皆様飲み物とかポップコーンとかホットドッグとかパスタとかラーメンとか用意してお待ちください。21時10分になりましたら再生開始いたしますので、よろしくお願いいたします。手が、手が、私手挙げてないのに手が出てた。なんでだろう。手のひらじゃなくて腕とかが反応してたのかな。よく見ると白い衣装の肩の部分すごくボコッとしてるね。時代を感じる方が、つい手を出してしまう。嬉しい。つい手を出しちゃうな。ああ、アカデミー賞なしになっちゃう。左手グーにして右手でビンタしてましたよね。嬉しい。難しい。あと1分ちょっとで始まります。時間になりましたら視聴するボタンが出てきますので、そちらを押していただければ再生開始されますので、よろしくお願いいたします。ログインさえできていれば、特に問題なく、再生できると思います。よろしくお願いいたします。では、もちパーティーの準備。タンブラーをキーボードの上に倒した。けど、一滴もこぼれなかった。強い。クリムゾンピーク字幕版。よし、いつでも再開始できます。それでは、参りまーす。ちっとな。開始をしたけど始まった？あれ？始まった？始まってるっぽい。始まってるっぽいけど、私の画面に出てない更新更新。
あれ？ティニアイ。あ、手だ。よし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 。時間差攻撃受けた。今出ました。初めて見たのは10歳の時だと。よし。ようこちゃんいらっしゃいませ。懐かしい映画。と言っても、5、6年くらい前？私見られました。というわけで、この子は、ちょっと幽霊が見えます。怖い体質です。一瞬私消えます。キャーン！トキコだ。トキコヤッホ。クリムゾンピークに気をつけなさい。てなわけで。お母さんが、あれ、お母さんだっけ？お化けが警告してくれました。でも手遅れ。クリムゾンピーク。こういう悪夢よく見たんですか？怖いですね。それから14年後。おしゃれですね。この頃の時代ってすごい綺麗ですよね。主人公の名前はイーリスでございます。ビクトリアなのかな。ビクトリア朝ってイギリスじゃなかったっけ。でもそんな感じの時代。ビクトリア朝はイギリスの18世紀、18?19世紀かな？これは20世紀初頭のアメリカだからちょっと違うかも。今から100年ちょっと前。大戦前って感じかな？
丸メガネ。ああ、炭が。炭がついておるよ。そう、第一次世界大戦のちょい前って感じですかね。ハリー・ポッターの、ファンタスティック・ビーストと同じくらいかな？あのくらいの時代ですよね、多分。恋愛ものに。別に恋愛なんて書きたくないのに。っていう感じなんですかね。そもそも恋愛に興味がない。物書きだから。性差別のあるような時代。女性の字だからっていうだけで出版社に疎遠されるような時代なのかもしれない。お、来ました。トム・ヒドルストン。いや、服装が良い。すごい綺麗な服装してる。真っ暗。そうそう、ロキ役の人でございます。ちょっと見ただけで素晴らしいって。いいですね。幽霊が好き。見たことある顔ですよね。いろんなところで出ておりますけれども、私もやっぱ一番よく知ってるのがロキかな。うち？かっこいい。ガシャコン、ガシャコン。かっこいいよね。ガシャンガシャン動くおもちゃ。勇姿を受けたいけど、これまで落ちてきたからってそれを判断基準にするのってひどいですよね。手が柔らかいからって、関係あらへんやろ。
自分の土地の、土がすごく良いから、それを採掘して、売り出せばお金になるからっていう話をしてるんですけど、なかなか取り合ってもらえないという。どこか好きになれない。ちゃんと話を聞いてあげて。マック・マイケル。医者だ。いいところに嫁に行かせたいんですね。あら、イケメン。すごい雨。お、もう自動車がある。馬車の時代じゃないですよ。カンダーランド。シャープで。お父様じゃない。ああいう車かっこいいですよね。ガシャコンガシャコンって感じの。10年前のあれみたい。10年だっけ？いつか見た。あれみたい。何かがいるのかしら。何かいる。見えておる。お化けが。クリムゾンピークに気をつけなさい。お父様がいないのに、家にあげるわけには。ね、必死に何かを伝えておりますよ。死んでるけど。お、行くんだ。
力？米国語を話せない。イギリス人だから？ドリアンかな？めっちゃ密ですね。人がぎゅうぎゅう、後ろの人全然見えないでしょ。すごいドレス。あ、この人が、パッケージ左側に写ってる人だ。綺麗な赤。クリムゾンって感じ。すぐ手を隠しちゃった。来ちゃった。美しい。二人とも美しいですな。紅白まんじゅう。紅白まんじゅうって私食べたことないんですよね。ともひかっこよいよね。めっちゃかっこよい。マックマイケルのお母さんってことね。ろうそくの火を消さずに踊る。あれだ。コップに入れた水がこぼれないようにドリフトするやつだ。あら、積極的。マクマイケルが、嫉妬しちゃう。同じこと思った。イニシャル D の有名なあれ。あー、ろうが垂れて、あっつってなりそう。確かに。ね、熱そうですよね。あんまり長い間持ってる。これ動いた時にろうがボタンってなって。消えそうで消えない。すごいギリギリ。この距離でトムヒを見るためには、身長170センチぐらいないとダメかも。マクマイケルすごい嫌そうな顔してるじゃん。そうだよね。片思いの相手が他の人とこんな優雅に踊ってたら。
素晴らしい踊りでした。お父さん、おこだよ。シュワシュワしてますね。チームですね。トム・ヒドルストン、身長188センチですって。めっちゃでっか。私より40センチぐらい大きい。巨人だよね。でっか。お医者さんだから。眼科をしてるのかな。ね、ロキだとちょっと小さいイメージありましたけど。あれは周りが大きすぎたんですよね。フォーと並んでるときに小さく見えたんでしたっけ？クリス・ヘムズワース。クリス・ヘムズワースが190センチありますから。巨人だよ。心霊写真だ。色盲の人って。どういう風に世界が見えてるのか、すごく気になるんですけど。生まれつきその色を知らないわけですもんね。いやー、サングラスも似合いますね。かっこいい。超似合いじゃん。蝶々の、さなぎ。蝶々がいっぱい落ちて。蝶を持つ。手を洗う。顔を持つ。アリさんに食べられちゃう。ムシムシ。ムシムシ。あー、えぐい。グロテスク。人間がバラバラにされたりするよりよっぽどグロテスクなんですけど。最近、何かを企んでおる。
この人って、あの、怪獣オタクの、パシフィックリムの怪獣オタク？イーディスを使って何か良くないことを企んでいるのかもしれない。お。何かお話があるそうで。お姉さんも一緒に呼ばれた。お父さんに、さらに、嫌われてしもた。何かに気づいた。何の証拠だろう。かんね。お金をやるから、町から出ていいけど。娘を傷つけた上に、町を出て行ってくれと。お父さんが持ってきたのは何なんでしょうね。未練もない。傷つけるためとはいえ、小説を悪く言うのは、お父さんの言う通りにしておる。徹底的にって言われたからね。こんなひどいこと。でもこれでお父さんも
納得でしょう。その後にこのお父さんが出てくるの、すごい不穏じゃないですか。絶対何かある。ひどいこと言ってる時の、あの、苦しそうな顔が。さてさて。カミソリもあるし、周りに人はいないし。まずいですよ。水が。溢れないようにちゃんと、あれが、水逃がすやつがあると思うんですけど。来ちゃった。わー、パパー。パパー。ひどいことするから。ねえ、水逃がす穴あったけど。埋まってた？なんか詰められてた。パッパ殺されちゃった。お手紙。お手紙付き。ちゃんと読んでくれるかしら。私がシュンって小さくなった。後から伝えることで。こんなんときめいちゃうじゃんね。永遠の愛よとか言っちゃった。もういない。来たー。トーマス。いやー、悪いやっちゃ。ねえ、イーリスがどうなっちゃうのか。怖ですわね。
注射った。キャー。こんなとこで、人前ですよ。つまりハッピーエンドってこと？指が戻んなくなっちゃった。お医者様が来た。ひどい傷。どう見ても誰かに殺されてますよね。トーマスのいいように転んでいきますね。ねえ、何かに気づきそうだったのに。他殺だと。医者だったらよく見たら、わかるかもしれないのに。まずいですよ。このままだと、事故死になっちゃう。なっちゃったかも。ああ、指輪ももうちゃんと渡してある。あらあら。そして、カンバーランドへ。イングランドってことは、イギリスまで帰ってきたんですね。トーマスの故郷へ。これが作品報道から話に出てました。赤土でございますね。ワイフ、結婚までしてるよ。今ちょっと気になること言ってましたね。いろいろと、いろいろと気になることが出てきましたね。パピヨンちゃん、かわいい。犬、ワンワン。犬も、なんも戸惑いもなく、家の中入ってくし。綺麗なお屋敷ですね。めっちゃゲームに出てきそう。バイオハザードですよ。天井が開いておる。
赤土が染み出してくる。血のように。作業場。虫。何虫？ハエ。ハエが死にかけてる。お姉さんっぽい。誰かが通った。ルシールお姉さんか、幽霊か。すごい雰囲気。テーマパークに来たみたいだぜ。なんか撮ってきた。ルシールじゃない。湿気で勝手に動く。いろいろと怖くなってきましたね。お、ルシール。赤い服を着てない。ねえ、あの骸骨幽霊だけが。イーディスの味方って感じが。こんな空気になっちゃいましたよ。宇宙の目が怖い。ギュッてしながらなんか違うものを見てるの怖いですよね。顔が怖い。寒いよね。50度ちょっと怖い。ガシャコンガシャコン、ガシャコンガシャコン。めっちゃ錆びてそう。そりゃ赤い水も出ますわ。何かを隠してる。犬捨ててきたのに帰ってきたっていう。いやー、確定ですね。財産目当てで結婚して。ただそれだけじゃなさそう。犬。ポンポン。ちゃんと持って帰ってくるの、偉い。入ってこなくなっちゃった。
癒しの犬を何か来た。ルシールかしら。ルシールじゃないかしら。幽霊さんが来ましたよ。最初の幽霊さんとはちょっと違いますね。赤いけど。ワンワン、ワンワン。ボールどっかやっちゃった。転がってきた。一体どこから？ワンちゃんお風呂入れてあげないと結構汚いですね。ひな犬。ひな犬？美味しくないお茶。決して快適とは言えなさそうな。お屋敷ですね。ホーンテッドマンション。ホーンテッドマンションわかんないや。怖いお屋敷ですね。似てる。義理の姉が見ている。コーラが消えた。ので、事前に用意してありました。こちらを、開封していきます。なんでしょう。マザイ、スプライト。マザイはマザイですが、何味でしょうか？スプライトしばらく飲んでないですね。母上、母上のつけていた指輪。マンゴー、マンゴーロコじゃないですね。正解は、越後製菓ではなく、パイプラインパンチでございます。ドクターペッパー味でもないですね。パイプラインパンチでした。わーお。
アニーズ浮世絵。旬が操作してくれてる。お医者さんなのに。何かを。あ、トーマスにお金を送っていることが、バレてしまった。あ、ここ直してあるんだ。殺した後に直した。交換したのかな？用意周到じゃないですか。いやー、エレベーター怖っ。犬かわいい。ふわふわ。虫。蚊がいっぱい。蚊を持つ。赤玉で遊んでる。なんか聞こえる。蚊の数やば。車椅子。誰の？いや、家の中に雪降るのかっこよすぎでしょ。完全にゲームだよ。かっこよい。作業場。人形を作っている。からっくり。かっこいいドール。一体誰と、誰と違うっていうんですか？ちょっとキモい。からくりくんの顔が。にゃーん。エッチなことをするんですね。姉が帰ってきた。邪魔をしに来たね。人形いっぱい並んでるとちょっと怖いですよね。わざわざ人形に悲しい顔させたりする必要もないでしょうから。どうしても。基本的に笑顔でしょうけれども。トーマスが、いない。インヌも吠えてる。インヌ名前ないのかな？
まだ名前つけてないのかな。おっと、扉が勝手に。この兄弟、怪しいですからね。あちこちから音がする。壁紙もボロボロ。ワンワン。扉の中にいない。何か別のものがいた。棚でした。人が入れるわけもなく。シリンダーレコードって何？フィルム？音声を記録するやつかな？出てきた！なんか出てきた！犬にも見えてる！勝手に動いた。勝手に動くって言ってましたもんね。地下の採掘場まで来ちゃいました。怖っ怖ですよ。あ、犬も行っちゃったし。なんか聞こえるし。不気味だし。ES。手品の箱みたい。壁から、なんかデロデロ出てる。エノーラ。採掘機をぼかしておる。壁から出てたのはこれですね。怖い怖い、労災起きそう。熱々、やけどしちゃった。ろうそくは大丈夫だったのに。蒸気機関ですからね。湯気が、プシューってなって、熱いってなった。あ、でも電球が、
あるから電気がないわけではないんだ。動いてるギアに。クリムゾンピーク。この場所の別名を。なんということでしょう。知ってしまいました。ずっと昔からクリムゾンピークに気をつけてって言われてたのに。いつの間にかそこに住んでおりました。天才さんを。操作が進んでおりますね。何かがいる。なんか指さしてる。あ、違う。口から。トーマスが、またいない。毎晩抜け出して何をしているんでしょう。犬はいる。今日はおとなしい。幽霊さんに話しかけてる。そんな力強くなんて言ってないよ。何かが聞こえた。女性の悲鳴と骨の折れる音みたいな。何かがお風呂に入ってる。頭になんか刺さってる。包丁みたいな。うわー。出て行け言うとりますが、イギリス、名前を呼んだ。幽霊が。幻覚だったとしても、ここに来てからいろいろと見てるから、
怖いですね。で、今回結構、肉がついてましたね。顎が潰れてたけど。ああ、この二人のお母さんの話だったみたいです。一体何を隠してるんでしょう。最後の書類にサインさせたら始末。いやー、初めてここに来た時の、この使用人の話もあったように、一人じゃないんでしょうね、こうやって呼んできて、始末したのが。イタリアのミラノから。イタリアから。イタリアに知り合いなんて聞いてませんけれども。マイケル先生、すごい刑事みたいになってきてるよ。ああ。感謝だった。一体どういうことでしょう。ねえ、もうお医者さんの域を超えておりますけれども、それだけイーリスのことが好きなんですね。お屋敷が、もう、あんまり、居心地が良くなくて、困っておる。ミラーノ。ミラーノって言っただけで、スンってなるじゃん。何を隠しているんでしょう。ね、お姉さんが、ただの姉って感じじゃないですよね。ついに、ついに、喪に服していた、この二人が、エッチなことをしてしまうんですね。していますね。ああ、いけません。それ以上は。それ以上は、カメラに映せません。ああ、でも、R15 指定だから、ある程度は、大丈夫。ふわふわ。スカートふわふわやぞ。ああ、いけません。
トム・ヒドルストンのケツが、プリケツが。ついに、お屋敷では、姉が、いつも邪魔してくるから、なかなかそんな、時間が取れなかったけど、一気になんか、仲が深まった感じがある。幸せ感が。このドレスめちゃくちゃかっこいい。ドレスっていうか、このコート。焦がしておる。お姉さん、おこだよ。いい色してる。すごいシンプルで、かわいい。おこよ。心配してたみたい。まあ心配にもなりますよね。にしてもこのお姉さん、異常ですけれども。ミラノからのお手紙を見られてしまった。鍵。エノーラって書かれた鍵。あの箱の鍵に違いない。いや、壁からデロデロ出てるの怖すぎでしょ。鍵盗み。家が沈む。だんだんと沈んでいっている。いやー、お姉さんが怖すぎる。お金を送るには、いろいろ大変なんですね。さあ、ミラノからのお手紙。何なんでしょう。親愛なるエノーラ。エノーラ。あて、エノーラ宛ての手紙が、なぜか、イーリスの宛名で届いた？トムヒの笑顔かわいい。ガシャコン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 。あ。赤が染み出してきてる。蓄音機。いや、ほんとゲームみたい。例のあの、音声を聞けるわけですね。ロンドン、エディンバラ、ミラノ。
動いておる。壊した。いや、乱暴な開け方ですね。真っ赤な血。チュップチュップチュップ。粘度が高い。粘度だけにね。ベローン。なんでガタガタ言ってたんでしょうね。なんなんでしょうね。あら、なんか出てきましたよ。デスストか？ついに完成。バールか。バールってなんで半分赤いんでしょうね。お姉さんおこだよ。あら、鍵が一個なくなっている。親父さんの遺体というよりは、お母さんの遺体ですかね。追われるイーリス、追うエノーラ。寝ておる。寝ておる。大丈夫かしら。わざと鍵を置いていった。そしていない間に鍵が元に戻っていれば、もう決まりってわけでございます。ハラハラですね。鍵のチェック。元に戻っている。確信。さてさて、蓄音機を見つけたので、再生してみましょう。何が記録されているのでしょう。アップトン。買った時のお話ですね。コーヒービート。
かつての恋人の。土地の権利書。エノーラ・ショッティ。告白だ。証拠を取ってる。クローゼットに隠そう。この人が取って隠した。赤ちゃん。遺体。地下にあったのはこの人の遺体かしら。そんでもってね、時代が結構古い写真だったのに今と変わらない姿で写っていましたね。いやー、もう毒でだいぶやられておる。トムヒは荒木先生だったのです。俺は人間をやめるぞ、エノーラ。から、車椅子。お風呂。あの幽霊が出たのもお風呂でしたね。世話をしていた。どうやって母親も殺したってこと？お姉さん怖いな。そして例の車椅子が出てきた。トーマスが止めてくれた。いかだってこと？お、喧嘩だ喧嘩。
やるなら、ここで。いやー、かっこいい。マイケルさん、かっこいいね。自分は捨てられたのに、片思いの相手のために、めっちゃいろいろと。医者なんだからそこまでする気りないでしょうに。キリというか、義務ではないんだから、天使じゃないんだから。お、お化けと赤ちゃん。かつてこの家で殺された人ですね。赤ちゃんと一緒に殺されたんですね。信じられないものを見てしまった。あらー。あらこんなにも裏切られちゃった。キャー！青！あー！気を通されちゃった。やめろって言ってるのに、人が来てるのに。もう損得的なあれではなく、女として許せなかったんでしょうね。トーマスは私のものなんだからってことで。あらあら、このお医者様が、指輪をなぜこの人がつけているのか。葬儀の時に見てますからね、指輪をしてるのは。
けてくれる。でもエノーラは殺す気満々。インヌがついてきてくれる。まずいですわよ。あ、バレちゃった。まずいですよ。2対1ですよ。あら、どっちが本当なのか。さしたー。インヌが怒ってるよ。あ、犬にひどいことした。トムヒはまだ大丈夫そう。まだ希望がある。生きてた。そう、支援してくれる。でも脇の傷が、心臓近いですもんね、脇って。肺にも刺さってるかもしれない。相続の送金の
はいよ。このエノーラとの子供だったんだ。誰とも寝なかったってことは、イギリスが初めてってことですね。お姉ちゃんから奪っちゃった。ドヤ顔で語ってあげなよ。え、誰とも？でも私たちは郵便局で。お姉さん、悔しいですね、悔しいですね、って言ってあげなよ。うわー、コレクションやば。これまで殺した女の髪を。コレクトしてる。怖っ。ここでこの書類めちゃくちゃにしてやれば。どっちにしと殺されそうだし。ええんやない？お父さんを殺したのは、エノーラだった。ぐっさーん。やってやったで。でも死んでないから。またすぐ来るよ。彼の愛は、本当なのか。あ、エノーラがいない。本当に書類を、処分した。エノーラじゃなかった、ルシールか、この、お姉ちゃんは。みんな。二人でじゃなくて。
くっさー。くっさー。お姉ちゃんだけを愛してくれるって言ったのに。ああ。もうダメかもしれん。ああ、大好きな弟。やってしまった。戻ってきた。下に降りてれば。よかったのに。戻ってきたのはトーマスじゃなくてノーラでした。ルシールか。ルシールが戻ってきちゃった。いやー、怖いよ、鬼だよ。こっちも武器を。何か、武器を。なんもない。あった。バトル。怖い。あ、痛い。血みどろの戦いですよ。いやー、この衣装の乱れがいいですね。何もかも真っ赤ですよ。ここここここ。お母さんを殺した包丁。攻撃力が高そう。フォーイーリスは、スピードはあるけど攻撃力は低そう。この距離からの威嚇が効いている。もう地面が真っ赤ですよ。あ、そうだよ、足骨折してるのに。飛んだりしたら。ストレングスに全振りしてる感じがありますよね。片手武器では最強ですよ。攻撃力50ぐらいありそう。イーリスの方は15ぐらいしかない。
これまで多少の痛みは、アドレナリンが消してくれてたけど。いやー、ホラーだわ。わあ、機械が動き出した。音が。音が大きくて、気配がわからない。ああ、取られたースコップ。あれよ。本当に、おった。素晴らしい近接武器ですね。あー、トーマス。ここで幽霊となって見えるってことは、死んでしまったのね。でも最後に、助けてくれた。愛してるってのは本当だったんだね。赤に染まった丘。クリムゾンピークである。これまで、お母さんの幽霊はずっと警告してくれてたんですね。クリムゾンピークには気をつけろって。インドが死んじゃったのが悲しいな。はい。というわけで、これがクリームゾンピークでございました。いや、美しい。綺麗なラブストーリーでしたね。そうですよ、デルトロ監督でございますよ。かわいいかわいいインヌが殺されてしまったのが心残りですが。今回はちゃんとホラーでしたかね。ルシールとトーマスは
ずっとそういう恋愛感情で動いてて、で、トーマスがイーディスに出会って本当に恋をしてしまって、これまでずっと結婚詐欺をしてたんですけど、ついに本当に恋に落ちてしまって、ルシールよりもイーリスを選んだというお話でございました。シェイプオブウォーター見たいな。まだ見られていないんですよね。クリムゾンピーク、イーディスカッシング。というわけで、イーディスはクリムゾンピークという小説を書いて終わったわけでございますよ。まあ、つまり生きて帰れたってことですね。無事に帰れてよかった。マイケル的な人と、きっと幸せに暮らしていけるかな？マクマイケルと。マクマイケルのマックって何？マッコールのマックと同じか。マクギブソンのマック。そうね、まだ有料でございますね。ただまあ、もう、円盤は持ってるので、見ようと思えばいつでも見られるんですけど、見てない映画の一つ。そういうのいっぱいある。美しく。屈折ない、ラブロマンス、ホラー、でございました。素晴らしい映画でした。いやー、映像も美しいし、お話も美しいし、トムヒかっこいいし、トーマスが報われなかったの悲しいけど、まあこれまで姉にそそのかされたとはいえ、いろんな人を騙して金銭を奪い取ってた罰ということで、あの二人はクリムゾンピークでお母さんたちと死んでいくんでしょう。ねえ、デルトロ監督のなんかみんな愛だけじゃないけど、なんかなんて言うんだろうね、思想が偏ってるというか、どの作品でもあんまり全属性を持ってる人いないですよね。ねえ、エノーラの遺体、私の遺体を見つけてって言ってたけど、あれ本当に地下にあるのかな？あれが幽霊だったのか本当に死体だったのかわかんないんですけど、まあでもあんなガタガタ言ってたし、ガタガタ言ってたっていうとなんか変な感じ
ガタガタ鳴らしてたし。幽霊なのかな？パシフィックリムはかっこいいに全振りした映画でしたね。ね、いっぱい考察できて良い作品ですね。デルトロはいつもそう。考える余地を残していく。デルトロの他の作品は、あ、そうだ、今上映してる映画があるんですよね。ナイトメアアリーっていう、シェイプオブウォーター以来の4年ぶりの作品かな？監督作としては。はい、映画が終わりました。そうそう、今劇場上映しております、ナイトメアアリー。見に行きたいなーって思っているけどね、いろいろとデザインも雰囲気も素敵でしたね。かっこいいし綺麗だし怖いし。デルトロ監督制作のアントラーズって映画があるんですけど、これがめちゃくちゃ気になっててですね。これもホラーなんですけど、何？モンスターホラーっていうのかな？クリーチャーが出てくるタイプのホラーだと思うんですけど、なんか結局日本では劇場上映しなかったのかな、あれ、コロナの影響で。去年公開だったんですけど、日本では結局なんか公開されましたよって話を聞かないままいつの間にか終わってて。日本では公開されてなさそう。やっぱ配信限定ですね。これもめっちゃ映像が美しいというか、クリーチャーがとにかく美しくて見たいんですけど、予告もかっこよくてちょっと気になってる作品でございます。見たいなぁ、見たいなぁ。ってわけで、いつか。あ！これ21世紀？違う、20世紀。20世紀ボックスか。だからディズニープラスで見られるな。見る。じゃあ来週見る。来週？再来週。ゴールデンウィーク、アントラーズ、見ます。覚悟しておいてください。今のところ決まってるのが、この手の作品 PV で適用させること多いけど、ないのはやばい。ないんですよ。あの、そもそもセリフが一つしかなくて、一番最後にちょっと一言だけあるんですけど、それ以外ずっと音ハメの音楽と映像だけで映してるっていう、すごいおしゃれな
PV が、あのファーストトレーラーの方を見ていただけるとすごい美しい予告なんですけど、最近出た日本用の予告はちょっとなんか普通だったんですけど、すっごいかっこいい曲とともに美しい映像が、あのカン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 ってとこ好き、シェイプオブウォーター、ディズニープラスに来てるんですか？まあ？なるほどね。ってなわけで、ゴールデンウィークは、あの、ディズニー祭りをしますので、いろんなディズニー映画を見たいと思います。で、今のところ、決まってるのが、127時間と、エターナルズ。は、見よっかなって思っております。どちらも私、危険の、すでに見た映画なんですけども、どっちもめっちゃ面白かったので、見たいなって思っております。で、それに追加して、アントラーズ。アントラーズ見たい。5月の3、4、5かな？あ、待って、普通に私の週1の配信とかぶっちゃった、私と私がかぶっちゃったから、右の私でデスストして左の私で映画見てって感じでになっちゃうから、分身しなきゃ。ゲーム配信は、ゴールデンウィーク中は、お休みして、映画三昧しましょうか。二人の日向、映画かもしれない。知れない。そんなわけで、ゴールデンウィークはめっちゃ映画見ますので。4月の29日、30日は、007。来週は007のスペクターと、ノータイムトゥーダイを2夜連続で見ますので。で、ノータイムトゥーダイの方は、まだ最新作ですので、レンタルとかが必要になりますので、よろしくお願いいたします。400円ぐらいかかってしまうんですが、タイヤとかで借りてくると100円ぐらいかもしれないけど、お手数ですが、よろしくお願いします。ワイルドスピード、見ましたー。やったぜ。ハゲバーサスハゲが戦う。バーサスじゃないの。ハゲとハゲが手を取り合って、なんか、めちゃくちゃする映画。5月のカレンダー見てた。昨日から新ウルトラマンも公開されたんでしたっけ？で、再来週からはドクターストレンジ。ヘイロー。ヘイローはドラマ。5月4日。5月4日のドクターストレンジの公開に合わせて、エターナルズ見たいから、3日がエターナルズかな。という感じで調整していきますので、よろしくお願いします。そう、ヒーローはユーネクストです。ユーネクス。もうなんか、すべてが合ってないけど、伝わったのでよし。ユーネクスト。で、配信されます。同時視聴したいけど、なんか、ディズニーもあるし、アマゾンもあるし、ユーネクストもってなるともうちょっとあれなんで、
人で見ると思いますけど、皆さんもぜひって感じで。そんな感じでやっていきますので、来週もよろしくお願いします。ゴールデンウィークスは皆さんお金使ってください。多分ね、コロナの関係上みんな出かけられないと思うので、家でお金使ってください。2000円ぐらい用意しといてください。てなわけで、そう、ゴールデンウィークはゴールデンだからね、お金使って。それではまた来週お会いいたしましょう。ここまで見てくださってありがとうございました。わいわい、またねー。